オーシャン ID、前回のマップで続けて遊ぶフォーエバーブルールミナスやっていきます。こんな感じにね、すごくね綺麗な海底をダイビングで楽しむことができます。でハテナっていうのは新しく見つけたお魚で、このように調べることによってどんな魚かっていうのが分かって、図鑑がどんどん埋まっていく感じになってます。こちら L を押して×でキャンセルすることによって、こうやって図鑑とか見なくても OK ですね。で、お宝とかも落ちてます。これ A。右上のマップでなんか黄色にピカピカ光ってたら近くにあるとか。で、ホウジロザメとかも中にいましたよ。この海底の中に普通に泳いでましたね。で、なんかマグロのブロンズ像とかいろいろ落ちてました。で、ハテナってやったらこのように見るみたいな感じですね。ハテナがなかったらまあ B でキャンセルして、まあどんどんね、やっていくみたいな感じで進めております。で、こんな感じで。赤色がスモールだったかな?ラージだったかな?とか、そんな感じなんですよね。サイズの大きさとかで色が変わったりとかしますね。で、今回は、この海底が見つかったんですよ。下に降りるやつ。ちょっと降りてみます。右上になんか水深があるんですよ。今、どんどん沈んでいってます。30メートルかな ?40 メートルか。なんかすごいのいたんですよ。ワクワクしました、私。初めて見つけたとき。たくさん回収もできる。なんと、この魚は、リヴァイアさんですね。ちょっと見てました、しばらく。怖くないです?これリアルにあったら。場所この辺りですね。オーシャン ID 入力して、ここに来ると、多分会えると思うんですよ。今回、このでっかいお魚みたいなやつ、どんどん潜ってみます。さあ、どんな冒険が今回は待ち受けてるんでしょうか。これ連れ歩きするにはまだまだかかりますね。コストが足らないですね。果たして連れ歩きできるのかどうかっていうのは試してないですけど。ここ、マハラジャとかもいますね。これ150必要なのかな、連れ歩きまで。じゃあちょっと潜ります。奥深く潜っていくと、またここマハラジャがいましたね。まあ、撮影はしなくていいですかね。これは普通に回収だけしておきます。沈没船がありましたよ、皆さん。今回はこの沈没船探索してみようかな。今回はこの魚は何だろう。あ、ハテナってなってる。これも同じ魚かな。だからこれはちょっと図鑑に埋めるために見ますね。こちらの方、テングギンザメとかいますね。ちょっと周りも見てみたいですね。なんかいろんな深海魚が泳いでますね。こちらはミツクリザメだ。本当にこれ初めて見つけた時は本当にワクワクした。このゲーム買ってよかったと思いましたね。ほら、ハテナのやつがたくさんいる。こちらは東人。新しい魚見つけられる時のワクワク感。で、下の方にあって。マツカサウオっていうのもいましたね。こっちにもいるんですよ、まだまだ。なんかでかい貝みたいなのいる。これはアンモナイトかな?アンモナイトですね。これは皆さん知ってる人多いと思います。これは何なんだ?でかいぞ。エンドセラスか。初めてだ、これ。なんか普通にサメっぽいのもいっぱい泳いでる。これダルマザメ?あ、違うか。カグラザメか。こっち水尾。水尾は結構有名だから分かってるんですけどね。アップこんな感じです。ね。あとで図鑑でじっくり見たりとかもできますからね。この沈没船はどっか入る場所あるんですかね。一応場所この辺ですね。おっ。なんか声が聞こえる。横からはちょっと無理そうですね。じゃあちょっと入れる場所を探します。上から入れるのかな?あ、この辺にもいっぱいいる。メンダコがいる。タカアシガニ。他はいないか。この辺もなんかちょっと入るっぽいのを一応調べて、新規の魚がいないか。お、ハテナがいっぱいあるのは嬉しい。クラゲイカとかいろいろ出てきましたね。こっから入れそうだした。入ってみるか。もう一回マップを見せておこうか。特に1個目の階層は何もないみたいな感じかな。お宝とか落ちてないのかな。これ船の中はこのような感じになってます。で、ちょっと今 L を押しちゃったんだけど、外の魚に焦点が合うみたいな感じになってますね。だから L はあえて押さなくても大丈夫そうだ。
いや、ここ怖いな。でもリアルだったら絶対入りたくないな、これ。怖くていけない私。一番下降りてみるか。まあ、特に何もないんですね。魚とかお宝とか。何かあってもいい感じですけど。沈没船の中、私の今回のマップでは、特に何もなかったですね。これもうちょっと戻るのが大変。上に上がって。R ボタンを押したら、まあ上に上がるんでね。それもいいかもしれませんね。何かいる。これはファントム。右にもなんかいるんだけど、これはなんだ？セミクジラか。なんかいろんな魚泳いでますね。こちらは先ほどのやつかな。あ、セーブ中って何これ。あ、実績達成しましたよ、なんか。カメロケラスですね。いやー、ちょっともうちょっと上とか行ってきます。これはなんだ？サメか。アオザメか。この奥のも気になるんだけどね。一応調べてみるか。これ水尾か。水尾でしたね。もう見たことあるやつだ。一応この光、あと、おー、また吠えてる。ハテナっていうやつがまだ見つけてないやつですね。アモダイタ見つけたやつ。これ金目鯛。これはわかるかな。この奥は特に何もないか。繋がってないか。下に行ってみますか。もっと一番下まで行ってみたいですね。どこまで繋がってるのかっていうのが。ちょっと暗いですけどね。この辺も見つけてあるから B でキャンセルして。ハテナだ。これはいっぱいいる。カラフとメンコダラとかいっぱいいました。これ始めたばかりの頃いっぱいいろんなの見つけられるからな。一人で遊んでも楽しいですね。私一人でダイビングやってるんですけどね、今。ここマーラジャはそこそこいますね。みんなでやったらここでなんかチェックつけてから、ここにいたよとか教え合ったりとかできますね。いや、一番下まで行きたい。とにかく何が待っているのか。どこまで潜れるんだろう、これ。これ170とか180。わ、溶岩湖だ。溶岩のところに来ましたよ、一番下。これ先とか繋がってるの。ここが一番下なのかな。でもまだ右上見たら200より下がありそうですけどね。今回の私が探したマップ、現時点はこれでしたね。ただ他のマップまだ全然見てないんでね、先に進めない。ちょっとこっちに戻って、どこまで繋がってんのかな、これ。あ、ここまでか。じゃあ、しょうがないから上に上がって。なんか見かけたいような魚いますね。これ、竜宮の使いでしょ。竜宮の使いを見つけました。幻の魚じゃなかったっけ、これ。すごいですね。本当にいろんな深海魚が泳いでる。これは、レバロトリ。私、全然知らない深海魚がたくさんいますね。結構深海のゲームいろいろ遊んでたつもりなんですけどね。こっちは、フリソデウオ。フリソデウオなんか、似てない竜宮の使いに。子供なのかな、違うかな。ちょっと後で調べてみるか。キワヒルスタ、うん、なんか吹いてるよ、これ。え、これも気になる。さっきと違うところですよね、これ。ちょっと渡ってみる。どんな感じ。特に何も起こらない。これなんか熱そうですよね。絶対溶岩のやつでしょ。今近づいたら絶対やけど、やけどじゃ済まないかもしれない。今この辺りですね。まだまだ全然マップ埋めてないんですよ、私。まだこういうワクワク感がまだまだね、眠ってるかもしれない。最初一人で遊ぶのもこうやって楽しいですね。ただこうやっていろいろやってるとみんなで遊びたくなっちゃうんですよね、やっぱり。だからみんなで遊ぶっていうのも今後やっていきたいなとは思っておりますけどね。なんか、これは何なんだろうね。なんかあの植物なんでしょうかね。もういっぱいある、これ。海底のやつ。いっぱい泳いで。で、またちょっと沈没船のところに戻ってみた感じですね。今日はすごく本当に良かった。じゃあこうやっていろいろね、集めたりとか、ハテナをね、埋めたりとかね、してます。鎧ザメだ、これ。なんか聞いたことあるぞ。この辺もいっぱいいるんですよ、本当に。ハテナがあった。ハテナがいっぱいある。赤クジラ。ハクシキン。鏡台。
これはなんだ、はてな。鬼金目とかいるんですね。ちなみに今ちょっと見えたと思うんですけど、あのオレンジ色みたいなやつが、これ後ほどちょっと紹介します。後ほどっていうか次回の動画、メガマウスですね。今ね、ちょっと私ミスってるんですよね。後付けで今実況してるんですけどね。油ポーズ、最初知らなかったんですよね、仕様に関して。だからさっき赤い丸みたいなのがついてたら、そこカーソル合わせた方がいいですね。これちょっともう次回の動画や。今回はこんな感じでね、いろいろ埋めてるみたいな感じで、初見なんでね、本当に。天狗金ザメとか、これはすごいよね、本当。なんか金色に光る魚がいましたね。エンペラー、宝石金時、なんかたくさんいます本当に。この辺りとかもハテナが、これはオウムガイでしょう。天狗金ザメだ。大口石なんとか、光が集ました。ラッキーエモートタグを抽選します。左上なんかね、抽選されたんですよ、これ集めたら。なんかこの辺ちょっとまだよく分かってないんですけどね。動物、これは繋がってんの、動物。なんか入れるよこれ。あ、ただ横穴があるみたいな感じか。鏡台、今のオレンジシーペンじゃない下に生えてたやつ、確かそういう名前だったもん。でまたクジラちゃんがいて、こんな感じにね、海底ライフをねちょっと楽しんでおりました。あとは右上で埋めてないマップのところをどんどんこのような感じでね、アンベールしてから新しいね魚をどんどんね埋めていってたら、なんと宝物が見つかりましたね。これは何なんでしょう。海底に眠るつくも版に光がと思った、新月のコイン、こちらにね落ちております。よかったら皆様拾ってみてください。ご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでした。